じゃあもう一個ぐらいはどうですか。あとはあの我々実は食物繊維を使って、うん、いろんな人の研究をいくつかやってるんですよ、うんうん、でまあ対象によっては厳格にこのコントロールと治療群で比較するのが医学的に正しい二重盲検比較試験なんですけど、なかなかそういうことができない患者さんとか一般の方もおられるので、単純にワンアームで食物繊維を 5g から 10g だけ付加した試験をしたのがあるんですけど、一つ面白いのは自閉症関連疾患の子どもさんたちに、まあ彼ら非常に食事がものすごく偏っているので腸内環境ものすごく悪いんですね。で全員便秘なんです。全員便秘なんです。でその方々に4週から8週の介入試験を食物繊維を5から 10g 介入すると、なんと便秘が良くなる、当然ですけど、だけじゃなくて興奮性スコアというか多動性スコアが明らかに良くなる。良くなる。だから腸を良くすればそういう病気じゃないですけどその症状も良くなったということが分かったのが、これ僕ら論文にしてるんですけど、まあ非常に面白いことと、もう一つはですね、ものすごいストレス下に置かれている若干年齢をいった不妊症クリニックというのがあって、卵子の人工受精も含めてですね、今世界トップレベルのクリニックが大阪にあるんですけど、ここに行ってダメだったらダメというぐらいトップレベルなんです。来られる人たちを対象に食物繊維は安全ですから食べ物として、不妊の人に食べさせる、協力していただいて、というのはね、2年かけて腸活しようとかですね、そんなことじゃなくてもう先発待ってるんですよ。いや私実は不妊治療したんですよ。だからやっぱり1ヶ月1ヶ月がもうね、そうそう大事なんですよ。そう大事なんです。本当数えるしかないからすごく大事な時間が、これメンタルケアも含めて、いろんなストレスケアも含めてですね、ワンアームでその全員に食物繊維を取っていただいて、便もいただいて腸内細菌を調べて、妊娠できるかどうかいうのを、まあ、ダメ元でやったところですね、2人に1人ぐらい妊娠したんですよ。それはすごい。それってね、ね、いわゆる不妊率からいくともうびっくりするぐらいで、すごい若くて20代30代でやるっていうよりは、多分そのクリニックなんとなくそこだろうなっていうのが分かるんです。私もいろいろ調べたんで、ちょっと年が、ね、いっていて、妊娠するのがちょっと難しい年齢に近づいてきていて、かつやっぱりいろんなことを試して最終的にやってきた方たちだから、そこでの妊娠率ってめちゃめちゃ本当低いはずなんですよね。 それで2人に1人って、それも薬じゃなくて食べ物 で、はい、で腸内細菌調べて不思議なことが分かったのは、もともとビフィズス菌が全然いない人たちはやっぱり効果悪かったんですよ。でそれなりにビフィズス菌がいた人たちは、食物繊維に反応してビフィズス菌が増えているという現象をつかむことができたんで、決してビフィズス菌が妊娠を誘導したとかそんなんじゃないんですけど、やっぱり腸内環境は良くなってたんかなと思ってるんですけど、僕らがやりだした頃は本当シャレみたいな研究で、僕ら発表もして論文にもしてるんですけど、最近結構皆さんいろいろ注目していただいてるんです。いやだって不妊はすごく、ね、悩み深いんですよ。2人は自然妊娠なんです。3人目をやったんですね、不妊治療。だから2人いるからまだ余裕はあっても、でもやっぱりメンタル的にグッとくるものがあるし、そうですね、大阪 の、 そのクリニックに来られてる方々は心も体もめっちゃ疲れておりますから、 そんな簡単にいかないです。いや、いかないですし、あとはやっぱお仕事してると仕事の関係もある、お休みしなきゃいけないとか、あとホルモンを打たなきゃいけないとか、私は注射を打つのはその抵抗ないんですけど、やっぱり普通の人が自分の体に注射をするとか、いろんなことが変わるとでもすごくストレスになると思うので、もちろんそういった治療も必要なんだけど、食生活を変えるっていう、食物繊維を入れるっていうことがすごく大事なんだなと思うし、でもそれをビフィズス菌がもともといるってことは、やっぱり腸内環境が良かった人っていうことなんですかね。多分そうだと思います。ビフィズス菌って今日本人の間で減ってきてるんですよ、実は。特に若年男性、若年者になると40代まで、20代から40代ぐらいの人たちは男と女と全然違うんですよ。女の子はまだいいんです。女の子まだいいんです。男の子たちはビフィズス菌ものすごく少なくて、彼らは便秘にならないんですよ。そうですよね。男の人で便秘ってあんま聞いたことがないですよね。お年寄りはそう言いますけど、これも結局最初の話に戻るんですけど、3歳までの時に決まるから、今の若年男性の3歳までの環境がヒントがあるんちゃうかなと。
でもやっぱりどっちかというとうちの息子はやっぱ下し気味ですよ、うん、うち男の子女の子女の子なんですけど、うん、女の子2人は結構快弁ちゃんなんですよね。女の子は気をつけなくちゃいけないのは15歳から20歳ぐらいの時にさまざまなストレスに出会って便秘になると一生そのまま便秘になる女性が日本には結構いるんですよ。それはやっぱ過度なダイエットだったりとか、いろいろストレスだったり、はい、そこがあの女性の便秘の一番最初の増える一番15歳から20歳ぐらいの男はそんなのないんです。みんなそんなこと考えないから。でもそれでもやっぱビフィズス菌は少ないわ男の子。あ、ビフィズス菌は男です。じゃあ便秘じゃなかったからといって腸内環境がいいとは限らない。それみんな大きな勘違いがあって、うん、ビフィズス菌というのはもともと今から1000年以上前に発見された時に何で使われたかと言ったら子供の下痢の治療に使われたのがビフィズス菌ですから、ビフィズス菌ってもともとは大腸に居ついてどちらかというと便を作る方に働きますから、よく世の中の方便秘の人がビフィズス菌飲んでると言いますけど、僕本当かなと思ったりして、うん、そうですよ、そうよく考えたらそうですね、うん、彼らが飲まなダメだと思う。でも菌入れるだけじゃダメよ。菌入れご飯食べなさい。ちなみに今日朝何食べた？あら、やっぱそういうことね、お野菜が足りないわよ。ルミナコイルが足りません。でもそういったことで言うと不妊だったりもやっぱり10代20代の時の食事っていうのがすごく大事になってくるかもしれないってことですよね。そうです。一朝一夕にお腹は良くならないと同じように、うん、やっぱりこうずっと継続的にいろんな食事っていうのを考えていかなくちゃいけない時代になってきてるのかなと僕は思ってますね。腸内細菌っていうのももちろん大切で、まあ、ビフィズス菌が多いとか酪酸産生菌が多いとかも大事だけれども、うんうん、この人たちがちゃんと生きるために食事も入れておかないと結局この菌もどんどん少なくなってくるし、少なくなってくると代謝物も少なくなってくるから、やっぱり食事も食べつつこの菌も補充するとかそういったことも大事っていうことだから、どっちかだけじゃやっぱダメなんですよね、うん、そうでしょうね。いやでもこれは若い人に知ってほしいですよね。家庭の役割とか、うん、お母さんの役割とか、まあ、親の役割、まあ、食育も含めてですね、うん、そういう小さい頃のことはすごい大事なんだなと思っていてもなかなかできなかったのが、この腸内環境や腸内細菌が分かってきたことによって、本当は世界は先行ってて、パリとかヨーロッパはですね、うん、生まれた時のお母さんと子供の腸内細菌とかを全部ストックして、その人たちがその後人生でどういう病気になるだろうかというようなこともどん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 もう10年以上もやってるんですよね。で、日本もそれ真似して、まあ、エコチル研究って呼んでるんですけど、うんうん、これでもなかなか腸内細菌のデータが集まってこなくてですね、日本はちょっと遅れてるんですけど、海外面白いですよ、そういう生まれた直後のデータでその人の人生を予測するみたいな。でそれが分かってくると何が悪いかも分かってきたりしますから、うん、予防ができるってことですよね。そう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 、こういうことになりやすいから、そうそう、まあ、お肉これぐらいにしようねとか、もうちょっとこういう植物に取ろうねとか、糖質もうちょっと減らそうねとか、そうそうそう、運動ちゃんとしようねとかっていうことですよね。お母さんがアレルギーだと子供さんがアレルギーになりやすいとかいうのもなんとなくこうはっきりとは解明できてなかったのが、実はそういうお母さんを介した子供への腸内細菌の移行とかが異常があったりとか、いろんなあのアレルギー成分が実は母乳にも出てきているとかいうようなことも分かってきていて、じゃあアレルギーのお母さんは母乳あげちゃいけないのかとかですね、そんなことまで極論を言われるようになってくるんで、まあ研究というのはもういろんなことが出てくるんで、それをいかに社会実装していくかということを考えながら、これから面白いとか出てくると思います。腸内環境って私は美容から入ったので、やっぱりそういう綺麗に見せたいなと、肌を綺麗にしたいっていうことで勉強というか楽しいなって興味を持ったんですけども、ぜひやっぱり若い人というか、あとお母さんになる人だったりとかが分かっていると病気が少なくなったりとか悩みが少なくなったりするから、私はなかなか研究とかできるタイプじゃないですけど、いろんな人に話すことは好きなので、先生よかったら私いろいろデータいただければ先生がこんなことやってるよっていうのはちょっと広報させてもらう役目にして立候補していいですか？どうぞどうぞ。最近一番衝撃を受けたのは、うん、自閉症関連疾患とかいうのが話題になりだしてから、うん、そろそろ15年ぐらいになるんですよね。で、その頃から日本の小学校中学校で、まあ、いわゆるこう手間のかかる学習障害であるとか、うんはいはい、多動的な人とかそういう人の割合がずっとデータ棒グラフあるんですけど、うんうん、ものすごい勢いでまっすぐこう増えてるんですよ。増えてますよね。10年前の10倍ぐらいにも増えてますから、うんうん、これって遺伝子の影響でないのは明らかに、まあですね、うん、やっぱそこになんか秘密はあるんじゃないかなとか思ってますし、うん、まあ、その認知症とかパーキンソン病が増えてることもあるん
で、我々がまだ見逃している何か要因があるに違いないと思ってるんですよ。先生、それってもしかしたら腸内細菌のシグナルかもしれないじゃないですか、先生がさっき言ってた。それか、うん、大事な菌が減ってきてるかもしれない。逆にね、はい、発酵性の食物繊維が取らなくなることによって、うん、もしかしてその菌が少なくなっていくことによっての疾患かもしれないっていうことですよね。腸内細菌とか腸内環境の研究は本当は大事なんですけど、なかなか頑張ってくれる人が少なくて。いや、先生とお話しする前の本を読んでるだけでも、あ、なんか面白いなと思ったんですけど、質問が尽きないんですよ。でもそれが、こういうデータあるよ、こういうデータあるよって言われたら、うん、楽しすぎて、私先生と多分 2,3 日ずっと一緒に喋ってるんで。そんな本当に今まで病気って一つのことだけなんですけど、腸内細菌に多様性があるように、病気も一つだけの原因じゃなくていろんなことがつながっているっていうことが分かってきて、予防ってすごく大事なので、もちろん今までは治療がメインの医学だったけれども、やっぱりこれからは予防で、その予防にはやっぱり食事、私たちが思ってた食物繊維よりもちょっと一歩進んだ食物繊維、ルミナコイドっていう発酵性の食物繊維っていうのがやっぱり何か大きな寄与してるんじゃないかっていうことまでが今のところの大きなことですよね。ルミナコイドとか発酵性の食物繊維というのは、うん、少なくとも安全性というところがクリアできていれば、もっと少し積極的に人の研究を僕は行ってもいいんじゃないかなと思っていて、薬じゃないので、薬じゃないです、食べ物ですから、うん、食べ物でいろんな研究をしていくっていうのはちょっと薬の研究とは僕違う考え方が必要だと思っていて、ね、決して二重盲検比較試験をして、うんうん、血圧がどっちが下がったかとかいう勝負をしなくても、そういう食物繊維が効く人はどういう人かというのが分かりさえすればいいんじゃないかなと。全員に効く効かないのは当然ですから、もちろんそうですよね。具体的にはどういったものをやっぱり食べていくってことが大事ですか？全粒穀類の中でも、まあ玄米、玄米、はい、大麦、はい、大豆はまあタンパク源であり食物繊維、フルーツの中では緑のキウイ、キウイ、キウイの緑は1個 3g もあります。黄色いのは高いだけで甘くてダメです。じゃあ緑のキウイ、海藻類、あ、海藻類。なんか今までの食物繊維っていう、確かにレタスとかごぼうとかうそういうのが出てくるかなと思ったら一切出てきませんでしたね。わかめとか海藻のふりかけを食卓に置いとく、ふりかけでもいいんですか？全然いいですよ。先生、海苔は？あ、海苔でもいいです、海苔でもいいです。味付けがしてない海苔ですよね。塩ダメですよ。あ、そっか。じゃあ本当に普通の海苔ですね。うん、で、まあ、もずくとかを食べながら、そうですね、納豆を食べて、小麦か、あとは玄米を食べれば最高ってことですね。食後のコーヒー。コーヒー、わかりました。先生、どうもありがとうございました。